はい、そんなわけでまた来たよ、恵比寿サーキット。メガサボさん、ちょっとねお買い物しながら来たんで遅れてきたんですけど、もう遊んでますくるくるで。今日はあのね西コース走れないみたいなんですよ。でこのくるくるとスクールと北と峠なのかな、わかんないけど、でくるくるでみんな練習、ちっちゃい練習してますけど、なんか来たらくるくるにいるって言うから来てみた。はい、そんなわけで今日もちょびっとだけ遊ばせてもらいます。はい、しばちゃんホイールだ。今度ホイールの話してるんだろうな。今度ホイールで車高じゃねえのか。しばちくん、久々のスクールコース走り行きましたね。メガサバさん、昼飯です。賞味期限切れそうな食パン家にあったんで、これ食パンにサラダとコロッケ挟んで、サラダコロッケパンです。西ばっか走ってたからスクール走れなくなってるよ、しばちくん。どんな塩梅なの？顔が痛いです。じゃあ顔が痛いじゃなくて、走ってきた感覚どんな塩梅なの？怖いです。まだ怖いの？怖いです。なんで？ちょっとずつ、ちょっとずつでもなんかこう自分でコントロールしてない？取れてる。まさか、まさかね。それは届かないんだよな。じゃあやんなよ。なんか思ったよりやってないね。うん、最初の見た時より。いや、あれ俺の車なんだよね。暴れん坊ですね。もう一回？いやー、やる。やるんすか。どうですか。ってやるじゃん。すぐ上がんですか。すぐ上がんですか。やるよね。タイヤなのかな。
前スクールで走られるより全然空気やすい。すげえやりやすかったよ、あっちのごまかし方が安い。そんでだってここあれこれちょっとライン変えればいけんなと思ったからやったんだもん。ほんで前見たけど スーパーロングサイドまで行かなくてもスーパーロング届く、ギリギリ届くと思ってしばっちに怒られねえぐらいのサイズだと思って。前は届かなかったけど届くようになったのは何ですかね。だからちょっとしたこういう空気圧とかなんかの違いじゃん。空気圧ですか。うん、今日届くわと思って。届くってか俺もそっちの壁にやっぱりだんだん慣れたってのもあったもんだよね前はぶっつけちゃダメだってあれだったけど、しばっちしばっち一回ぶっつけてからもうぶっつけても嫌になってから走りたいな。しばってダメだったけI'm sorry.
ったの。Thank you.
も文句だ文句。だけ俺回収してくよ。よいしょ。しょうがねえな、3万円か。最後、最後これだもん。タイヤこんなになってんだもん。簡単にあそこ届いちまう。いいじゃん、届くんですよ。でも前には進んだんだぞ、これ。このタイヤ全然乗ってるんですけど。これ、意外になんか横向いてるときはすげえ滑るんだけど、前には行こう行こうとしてたの、こいつ。頑張ってやるの。はい、そんなわけで。皆様さん、もう完全裏番台シーズン入ります。今日この足でもう裏番台に向かって、今年初裏番台に行くんで、もうドリフト遊びもしばらくないかな。はい、そんなわけでね、しばっちくんに感謝しながらゆっくり裏番台に向かいたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価、高コメント、高コメントまで言ってんな、よろしくお願い申し上げます。本当に車欲しいんだよね。